カルミデスとは、プラトンの初期対話編の一つ、またその中の登場人物。副題は、節制について。ソクラテスがポティダイアの戦いの戦場からアテナイへと帰還した日の翌日、ソクラテスはいつものように青年たちのいるいくつかの体育場などを見て回り、アクロポリスの南にあったバシレ神殿の正面にあるタウレアスの体育場に立ち寄った場面から話は始まる。 そこでは、カイレポンやクリティアス等に迎えられ、戦場話の質問攻めに合うが、続いてソクラテスが青年たちの近況を尋ねると、クリティアスは成長したいとこで、美少年のカルミデスを彼に紹介する。ソクラテスはその容姿端麗の評判を聞き、魂の吟味もしてみたいと思う。彼らは、カルデミスが頭痛を患っているのにこつけて、医者が来たと言って、彼を呼び出させる。 ソクラテスはカルミデスに戦場であるトラキア人から頭痛薬としてある植物を教えてもらったが、彼曰く体の病は魂が原因となっており、魂を良くするとないごと、すなわち美しい言論によって、節制が魂に備わることがなければ、その薬の効用はないというので、まずはその治療をさせてもらいたいと述べる。こうして、 ソクラテスによるカルミデスへの問答が開始される。本編は、流出と同じく、かつての対話をソクラテスが読者に語るという題材をとっており、純粋な対話編と異なり、解説がかなりの比重を占める。また本編は、初期対話編に品質する、論題に結論が出ず、行き詰まったまま問答が終わる、いわゆるアポリア的対話編の一つでもある。 ソクラテスとカルミデスは、節制について、問答を行う。途中から、カルミデスに代わってクリティアスがソクラテスと問答を行うが、結局、節制についての結論は出ない。最後に、カルミデスがソクラテスの教えを受け続けることを約束して、話は終わる。原点には、章の区分はないが、慣用的には24の章に分けられている。以下、それをもとに、 各章の概要を記す。前日ポティダイアの戦いから帰還したばかりのソクラテスは、早速いつものように各所の体育場を見て回り、アクロポリスの南にあったバシレ神殿の正面にあるタウレアスの体育場にも立ち寄る。そこではカイレポン、クリティアスらに迎えられ、戦場話の質問攻めに遭う。代わってソクラテスが青年たちの近況を問う。クリティアスは、 もうすぐここにやってくる、いとこの青年カルミデスが美しいと評判だと述べる。体育場に入ってきたカルミデスの養子探偵に驚いたソクラテスは、その魂の吟味もしてみたいと考える。ソクラテスらは、カルミデスが頭痛を患っているのにこつけて医者を紹介したいと言って、彼をこちらに呼ぶ。やってきたカルミデスに、ソクラテスは自分が知っている頭痛の薬は、 唱え事をしながらも地位ないと効果がないという。ソクラテス、その唱え事とは美しい言論であり、それによって節制が備わることがなければ薬の効果はないという。クリティアスは、カルミですが容姿だけでなく、節制においても青年の中で卓越していると述べる。ソクラテスは、カルミですと問答を始める。節制についての問答ソクラテスは、 節制とは何であるか問う。カルミデスは少し考えて一種の物の静かさであると答える。ソクラテスは節制が見事なことであることを確認しつつ、読み書き、キタラ演奏、相撲、検討、パンクラティオン、競争、跳躍などでは速さ、鋭さの方が静かさより見事であると指摘。カルミデスも認める。こうして先の定義は知り添けられた。 再びソクラテスに、節制とは何であるか問われ、カルミデスは熟慮の結果、恥を知る心であると答える。ソクラテスは、節制が良いことであることを確認しつつ、ホメロス、オデュッセイアの一節である、恥を知る心も、困窮者には、善からぬ友を引き合いに出し、恥を知る心は、必ずしも良いこととは限らないと指摘。こうして二つ目の定義も知り添けられた。 カルミデス、ある人に聞いた話として、節制とは、自分のことだけをすることという考えを提示する。ソクラテス、読み書き、医療、建築、旗り、法律、国家、それらは、自分のことだけをすることでは成り立たなくなると指摘。カルミデスも認め、その話をした当人も、自分の言っていることを分かってないのではないかと指摘する。 その話をした当人であるクリティアスが激光して、二人の問答に割り込む。先の話を引き継ぎつつ、ソクラテスとクリティアスの問答が始まる。クリティアスはヘシオドス、仕事と日々の一節を引用しつつ、するとは美しくて利益になるようなものを作ることであり、自分自身のこととは美しくて利益になることであるという規定を導入し、 節制としての自分のことだけをすることとは美しくて利益になるようなものだけを作ることであると再定義する。ソクラテスはその美しくて利益になるようなものだけを作ることという意味での節制を持ち合わせながらそのことに無自覚であるものがいるか問う。クリティアスは否定する。ソクラテス、医者やその他の専門家は 自分の行為の結果を知り尽くしているのか問うと、クリティアスは必ずしもそうではないという。ソクラテス、それでは場合によっては利益になることをたを持ち合わせていたのにもかかわらず、それに無自覚なこともあると指摘する。クリティアスも認める。クリティアス、先ほどの定義の不完全さを認めつつも、自分は、節制とは自分自身を知ることだと言いたかったのだと述べる。ソクラテス、 節制が自分自身についての地であるとしたら、健康についての地であり、健康をもたらしてくれる、技術、建築についての地であり、家をもたらしてくれる、建築術のように、どんな美しい仕事を我々にもたらしてくれるのか問う。クリティアス、節制はそうした具体的な技術値ではなく、計算、幾何学のように仕事の対象、範囲を特定できない、技術値だと述べる。ソクラテス、 それでは、計算技術値が、奇数、偶数の数量的関係という、技術それ、自体とは異なる対象に対する値であるように、あるいは、協量技術値が、形重という、技術それ、自体とは異なる対象に対する値であるように、節制という技術値は、節制自体と異なる何についての値なのか問う。クリティアス、節制は、他の技術値と異なり、 他のいろいろなものに対する知であると同時に、それ自身についての知でもあると述べる。再度クリティアスは、節制とは他の技術知と異なり、唯一それ自身についての知であり、他のいろいろな知についての知でもあると述べる。ソクラテス、それでは、節制とは無知に対する知でもあり、節制を持っている人は、自身や他人が何を知り、何を知らないかを考察できると指摘する。 クリティアスも同意する。ソクラテス、それでは、1、知っていることを知ることや、知らないことを知ることは、可能なのかどうか、二、それが可能だとして、我々がそれを知ってどんな利益があるのかの2点を考察しなくてはならないと述べる。クリティアスも同意する。しかし、ソクラテス、上記1が可能かについては、会議を差し挟む。ソクラテス、上記1は、 仮に可能だと承認した上で、とりあえず話を進めることを提案。話を戻して、何を知り、何を知らないかを知ることが、自分自身を知ることであり、節制を持つことであるという主張を考察開始。ソクラテス、何を知っているかを知ることと、何を知らないかを知ることが、同じであるか疑問を提出。健康は、技術によって、正しさは、 政治術によって音の調子は音楽術によって建築は建築術によって知られるのであって節制によって知られるわけではない。個々の技術値を知らなければその対象を知ることはできないし自分が何を知っているかも判断できない。ソクラテス、従って節制は何を知り何を知らないかを知ることではなくただ単に知っているか知らないかを 知るだけのものに過ぎないことになる。例えば、ある医者が医術に属する事柄を知っているのか、知ったかぶりをしているだけなのか、それを区別することすらできない。クリティアスは同意する。ソクラテス、そうだとすると、節制によって我々は、どのような利益を引き出すことができるのか問う。自分たちは、節制を古代史し、法外な得を求めていたのだろうか。クリティアスは同意する。 ソクラテス、そもそも、節制は、自分たちが当初仮定して、ようなものであったとしても、自分たちの利益にはならないものかもしれないと指摘する。節制は、火星や国星を指導する場合に、大いに良いことだと同意したが、それは、間違いだったと述べる。クリティアスはどういうことか問う。ソクラテス、節制が、自分たちが当初仮定したようなものだったとして、我々がそれを身につければ、 人類は、より知的、合理的に生きていけるようになるだろう。しかし、それで果たして幸福になるかどうかは疑問だと述べる。クリティアス、しかし、地に従って生きることを軽蔑して、何か、うまくいくことを考えても容易ではないと述べる。ソクラテス、その、地に従う、というのは、いかなる地に従うことなのか問う。最も幸福に貢献する地は、何なのか。クリティアス、それは、 全悪についての地であるという。ソクラテス、節制は、それとも別物であり、結局、節制は我々人類の利益にはならないと指摘する。クリティアスも同意する。ソクラテス、こうした結論に至ってしまったのは、自分たちの探求能力の未熟さのせいだと述べる。節制という名を与えられた存在を見つけ出すだけの力が自分たちにはなかったと。ソクラテスは、 カルデミスに対し、自分たちの今回の問答はこんなことになってしまったが、自分が節制を持っているか、唱え事を必要としないか判断してみてくれと述べる。カルミデスは、ソクラテスとクリティアスの二人でさえ、節制を見つけられなかったのだから、自分は知りようもないと述べる。そして、これからも、ソクラテスの唱え事が、自分には必要だと述べる。それを聞いて、クリティアスは、 カルミデスが、節制を持ち合わせていることを示してくれたと褒める。後見人であるクリティアスにも勧められ、カルミデスは、今日からソクラテスに付きまとうことに決める。ソクラテスはカルミデスに要請されたら断れないと、受け入れる。本編では、節制という概念の明確化をめぐって、少年カルミデスと青年クリティアスを相手に、ソクラテスによる必要な追求、問答が繰り広げられる。 作中、節制の定義として、等が提示されるが、ソクラテスの必要な追求によって、ことごとく提示された、諸定義の欠陥が、あらわにされ、堂々巡り行き詰まりに陥ってしまう。また、本編の末尾では、ソクラテスが、単に知的に生きることが幸福につながるのか疑問を、停止、善悪についての違って、初めて幸福になるとも指摘する。ありがとうございます。